はい。皆さん、こんにちは。アートペレの五十嵐です。ブラッドステインでのプロデューサーをやっております。はい。私にとっては、キックスターターっていうのがもう5年前の話になるんですけれども、大手を飛び出して、一人でこう、新しく開発者として進むときに、キックスターターキャンペーンをやって、それで大成功したおかげで、今の開発者人生を続けていることができると、まあ、続けることができることになった大きなイベントだと思ってます。で、まあ、キックスターターってじゃあ何なのかって話になるんですけれども、まあ、単純に言ってもクラウドファンディングってのはその一言なんですけども、我々にとってはちょっと大きく違ってまして、まず、例えば我々が飛び出して、じゃあ新しい企画を考えます。で、その企画を、じゃあ大手の方にプレゼンして、大手からお金を引っ張ってくるとですね、その IP 自体が大手のものになるってことは往々にしてあります。もうほとんどがそうだと思います。ただ、キックスターターキャンペーンの場合にはですね、皆さんがクリエイターに対して支援をしてくれるっていう構造上ですね、IP 自体はクリエイターが持つことになります。で、大手に持ったら何が悪いのかって別にそんなに悪いこともないんですけれども、大きく あるとすれば、元々のクリエイターが考えている方向とどんどん違う方向に行ってしまうのとは往々にしてあります。ただ、クリエイターが IP を持っていれば、それはやっぱりクリエイターがコントロールできますので、それは一番大きな魅力の一つなのかなというふうに思っています。まあ、それをやるのが我々にとってすごい大きなメリットではあるんですけれども、まあそれを成し得るためには、そのクラウドファンディングでキックスターターキャンペーンというもので、皆さんの支援が必要になってくるっていうようなことだと思います。で、なかなかそのクリエイターとそのユーザーの間っていうのは結構遠くて、まあなかなかその自分たちのユーザー側がそのクリエイターに思いを告げることってのはなかなか難しいと思うんですね。まあ最近 SNS が発展したので、まあそういう場は増えてきてますけれども、それでもやっぱりダイレクトにつなげるっていうのはなかなか難しくって、で、それを、皆さんの思いとかをきちんと受け取ることができる場っていうのは実はキックスターターキャンペーンには大きくあるのかなというふうに思います。で、まあ、今回、キックスターターキャンペーンをやっていて、私の方では、いろいろと約束が守れず、大変申し訳ないなというふうには思ってるんですけれども、やっぱりそのきっかけ、この失敗したっていう、まあ、約束が守れなかったっていう部分も含めて、やっぱそういう機会を与えてもらうっていうことが一番何よりも、我々にとっては大きな、ことなんだと思ってます。そのためにですね、今回、新しいキックスタータープロジェクトがこう始まるわけですけれども、今回その参加しているスタッフっていうのが、僕の旧知の中の人たちで、中には僕の右腕として一緒にやっていたものもおりますので、いいものはできるだろうというふうに僕も心から確信してますので、今回、このキャンペーンのその応援に参加させてもらっているという次第でございます。ぜひぜひですね、皆さんからの、参加、応援を、よろしくお願いできればと思います。